アイス。アイス、インターシティエクスプレスは、ドイツを中心に運行されているヨーロッパの高速列車である。また、ドイツ鉄道の旅客列車における最上位の列車種別であり、インターシティの上位にあたる。1991年6月2日、ハノー・ファー・ビュルツブルグ・バンハイム・シュトゥットガルトの NBS、高速新線本格開通と時を同じくして、 ハンブルクハノーファーフランクフルトシュトゥットガルト、ミュンヘンの路線、アイス6号線、アイスリニエ6で運行を開始。最高速度は時速 250km となり、ドイツにおいては1968年の時速 200km 運転開始以来の営業運転速度向上とな。アイス1の13両編成による運行で、前線投資の列車が1時間間隔で12、 往復設定されたほか、朝夕は、ハノーファー、カッセル、フランクフルト、シュトットガルト発着の列車も運転された。また一部列車が、ビースバーデン、ハイデルベルクに乗り入れた。アイスは、好評をもって迎えられ、車両が落成次第順次運行区間を拡大していき、1992年には、スイスのバーゼルチューリッヒに乗り入れを開始。 1993年には統一ドイツのシュフベルリンまで運行区間伸ばした。1996年にはアイス2が加わり、ルール地方への乗り入れも開始。1998年にはオーストリアのウィーンへ運行区間を伸ばした。1998年9月27日、ハノーファーベルリンに NBS が開通し、 ベルリンへの所要時間が大幅に短縮された。1999年により、振りコ式車両アイス、T、の投入が始まり、線形の良くない区間、特に旧東ドイツ地域へのアイス網拡大が本格化する。2000年には、アイス3により、オランダのアムステルダムまでの運行を開始。2001年には、機動車方式のアイス、T、d が登場。非電化区間にもネットワークを広げた。 2002年8月1日ケルンフランクフルトの NBS 開通に合わせ、同区間にシャトル列車の運行を開始、最高速度は時速 300km まで向上した。同年12月に本格開業を迎え、ベルギーのブリュッセルへ乗り入れた。2007年6月10日のフランス LGV 東、ヨーロッパ線開通により、既存のユーロシティを置き換える形で1日3往復の アイスがフランスのパリまで乗り入れたパリザールブリュッケン間に往復パリフランクフルト間一往復2007年12月9日からはアイス TD によるデンマークのコーペンハーゲンへの乗り入れやアイス T によるオーストリア方面への直通運転拡大も行われている試作車も含めた多数のバリエーションがある TGV とは異なり客車を 連接構造とはしていない。座席の間隔が広く、オーディオ設備を備え、食堂車も連結されていて、居住性が高いのが特徴。車両の整備概念は7つのステップに分かれている。走行距離 4000km につき1時間半かけて、検査が行われる。汚水タンクから水が抜かれ、給水タンクに新しい水が補充される。 ドアの故障など重大な故障は修理される。さらに安全のため、試験が行われている。これにはパンタグラフなど、終電装置類の点検が含まれ、絶縁部や変圧器の検査、亀裂やパンタグラフ圧の確認、クリーニングなどが行われている。台車の検査もこの時点で行われている。走行距離2万キロメートルにつき2時間半の検査が行われ。 これは、ナッシュショーと呼ばれている。この段階では、LZB、ドイツの高速鉄道路線上で使われている、保安装置やブレーキ系統のシステムが X される。走行距離が8万キロメートルに達すると、インスペクタインストフ1、インスペクション1と呼ばれる段階に入り、2つの単位で、それぞれ8時間かけて、ブレーキ系統の精密検査や、同じように、エアコンディショナーや、 教職設備、座席や旅客案内装置の検査が行われる。走行距離が24万キロメートルに達すると、インスペクタインストフに、インスペクション2と呼ばれる段階になり連動機、軸受けや駆動軸、ボギー台車や連結機の検査が命じられる。この検査は、通常2つの単位で、それぞれ8時間かけて行われる。年に1回、 約48万キロメートルに走行距離が達した時、インスペクタインストフさん、インスペクションさの段階に入る。この検査段階には、機密装置や、変圧器の冷却装置の整備、客室内の整備も含まれている。最初の全般検査は、走行距離が120万キロメートルに達した時点で、行われる。これは、新幹線車両と同じである。 車両のすべての構成部分で完全な検査が5日区分を2回取り実施される。2回目の全般検査は240万キロメートルに走行距離が達した時に実施され、ボギー台車は新しいものに交換され、多くの部分は分解され詳しく検査される。最初の全般検査同様5日区分を2回取り実施されている。アイスの整備は アイス専用の整備工場で実施されている。アイスの整備工場はそれぞれスイスのバーゼル、ドイツ国内はベルリン、ドルトムーンとフランクフルトアムマイン、ハンブルク、ミュンヘンなど運行の拠点となる地に立地している。ライプツィヒにも将来的に新設が予定されている。故障の報告はあらかじめ車載コンピュータシステムによって工場に送られ、整備時間を最小限に抑えている。 2008年7月9日、アイスティーがケルンで低速走行中に脱線事故を起こしたが、原因は車軸の亀裂によるものであった。これを受けて、ドイツ鉄道はシーメンス・ボンバルディア核メーカーに対するリコルを決定した。台車問題が解決するまで当面の間、アイスティーとアイス3の核編成の検査周期を短くすることにしたが、 検査入場頻度の増加に伴い車両が不足するため各地の主要ターミナル駅で列車遅延や混雑が発生している。なお、ドイツ鉄道の公式発表では2008年10月23日に発生したハンブルク駅構内での脱線事故は人為的なミスによるもので本県とは無関とされている。2002年からアイスの編成の一部には都市の名前が付けられており 車両の外部に氏名と紋章が描かれている。それまでのインターシティ、IC の基本方針、すなわち2時間間隔の運転、1等車、2等車、食堂車の連結、主要駅での同一ホーム接続などを受け継ぎつつ、さらなるスピードアップを追求した。運行路線は高速新線、NBS の有無に関係なく、また NBS はアイス専用の線路ではない。 また従来のインターシティ、IC、ユーロシティ、EC も引き続き運行されており、アイスはこれらを完全に置き換えるものではない。このような点において、新幹線や TGV などとは異なる。MIGA 分、B 分発というパターンダイヤで、日本でかつて運行されていた L 特急と似たような運行形態である。各系統とも1から2時間に1本程度の運行。 主要区間では複数の系統が合わさって最大で毎時3から4本程度になる。ドイツでは全国に都市が分散しているので直通列車だけだと本数が少なくなってしまうがターミナルでの乗り換え時間を短くするダイヤの工夫により乗り換える場合も含めれば国内の中都市同士で毎時1から2本の乗車チャンスができるよう配慮されている。原則的に追い抜きはなく 各列車の停車駅の数やスピードに大きな差はないが、朝夕のビジネス客向けに停車駅を絞り、全席指定、追加料金が必要なアイススプリンターという、速達列車が一部路線運転されている。また、標定速度の遅いや高アイスもある。最高速度は、高速新線 NBS では、ジークブルク、ボン・フランクフルト空港遠距離駅、ケルン・フランクフルト空港で、 時速 300km、ビュルツブルグハノーファー、マンハイムシュトゥットガルト、ボルフスブルクベルリン、バーデンバーデンオフェンブルクで時速 250km。在来線を改良した ABS では、ケルンダーンで時速 250km、ハンブルクベルリンで時速 230km、その他の路線では160時速 200km 程度。 フランクフルト空港駅を発着する一部のアイスに対してはルフトハンザドイツ航空の便名を付け座席の一部を航空便として提供することで航空と鉄道との連携輸送を行っている以前はルフトハンザエアポートエクスプレスという専用の列車で提供されていたものであるが現在はエレイルというサービス名で定期のアイスの一部の座席を買い上げる形に変更されいる アイススプリンターとは、ドイツの大都市間を移動するビジネスユーザーをターゲットとして、停車駅を最小限に絞り込み、通常のアイスよりも所要時間を短縮した列車である。ビジネスユーザーをターゲットとしていたため、基本的には、平日の朝と夕方に設定され、土曜、休日は運休となった。また、一般のアイスと異なり、乗車には予約が必須であったほか、 運賃、料金の他に追加料金、1等16ユーロ、2等11ユーロが必要で、1等両客には無料の食事サービスが提供された。しかし、2015年12月13日ダイヤ改正から、運行区間を大幅に拡大し、土曜、休日も運行、予約必ずしも不要、追加料金不要と、停車駅以外は一般のアイスと同じになっている。 1992年5月に、イーザルスプリンター、イーザースプリンターの名称で、フランクフルトアムマインとミュンヘンの間を、途中マンハイムのみの停車で運転を開始した。2008年12月時点で、ケルンハンブル区間に1往復、ベルリンフランクフルトアムマイン間に2往復が、設定されていた。2015年12月現在、次の10区間に設定されている。 国際列車としては、オランダのアームステルダム、ベルギーのブリュッセル、フランスのパリ、スイスのチューリッヒ・インターラー県、オーストリアのウィーンまで直通する。直通先のいずれの国においても、アイスの種別名で運転される。過去には、オーストリアのインスブルック、デンマークのコペンハーゲンオーフスへの直通もあった。1992年9月より、 ハンブルクとフライクフルトアムマインを結ぶ系統の一部をバーゼル経由でチューリッヒまで延長したのが最初で、これはアイスとしては最初のドイツ国外への進出となった。スイス直通に際してはアイス1の19編成に対して終電装置や保安装置などをスイス国内対応とする改造が行われている。また、1999年5月より、 シュトゥットガルトとチューリッヒを結ぶ系統にも投入された。こちらは、新四式アイスティー415系5両編成が投入されたが、スイス直通対応用として5編成が用意されていい。この系統は後に7両編成のアイスティー411系に置き換えられている。411系の投入に際しては、415系の先頭車、スイス直通対応と、 411系の戦闘車、スイス直通非対応を、それぞれ交換する手法が取られている。その後、この系統は IC に格下げされた。これとは別に、振り越し機器同車である i c t d 6 0 5系四両編線が2001年6月より、ミュンヘンとチューリッヒを結ぶ系統、アレガウ線に投入されたが、不具合が頻発したため、2003年12月に、 運用を終了した。2017年12月現在、ドイツ国内からバーゼルを経由してチューリッヒまでを結ぶ、系統が1日6往復、ドイツ国内からバーゼルベルンを経由して、インターラー県までを結ぶ系統が1日3往復、それぞれ設定されている。1998年5月より、ハンブルクとウィーンを結ぶ系統に、アイス1が投入された。 オーストリア直通に際しては、1編成のアイス1が保安装置などの対応改造を行った。二千六年より、ドイツ鉄道所有のアイスティ四百十一系三編成がオーストリア連邦鉄道に譲渡されて、同社の四千十一型となった。この三編成と、ドイツ鉄道のアイス T411K8 編成を使用して、2 0 0年12月より、 フランクフルトアムマインとウィーンを結ぶ系統に2時間間隔で投入されている。2017年12月現在、ドイツ国内からパッサウを経由してウィーンまでを結ぶ系統が1日6往復設定されている。ミュンヘンとウィーンを結ぶ系統はデイルジェットに置き換えられている。2000年11月よりケルンからアムステルダムまでを結ぶ系統にアイスインターナショナルの名称で オランダ・ベルギー直通対応のアイス 3M406 系が投入された。13編成はドイツ鉄道の所有であるが、3編成はオランダ鉄道の所有となっている。2017年12月現在、ドイツ国内からケルンを経由したアムステルダムまでを結ぶ系統が1日7往復設定されている。2002年12月より、 フランクフルトからブルッセルまでを結ぶ系統に、アイスインターナショナルの名称で、オランダベルギー直通対応のアイス 3M406 系が投入された。当時、すでに、ベルギー国内の高速新線、ブルッセルリエージュ間は開業していたが、当初、アイス 3M は高速新線の走行が許可されず、在来線経由での運転となった。2004年12月より、 この規制は撤廃され、ベルギー国内も高速新線経由となった。2009年6月には、リエージュからドイツ国境までを結ぶ高速新線が開業した。2017年12月現在、ドイツ国内からケルンを経由してブリュッセルまでを結ぶ、系統が1日7往復設定されている。なお、ケルンからブリュッセルまでは、タリスが同一ルートを走行する。 2007年6月の LGV 当選開業に伴いフランス直通対応の i c e 3 m f 4 0 6系がフランクフルトアムマインからザールブリュッケンを経由してパリまで直通するようになった TGV が同一ルートを走行する2017年12月現在ドイツ国内からザールブリュッケンを経由してパリまでを結ぶ系統が3往復他に TGV が1往復、ドイツ国内からカールスルーエを経由してパリまでを結ぶ、系統が3往復、他に GV が4往復、それぞれ設定されている。車両を不具合のため定期運用から離脱していたアイス TD605 系を使用し、2007年12月より、ハンブルクとコペンハーゲンを結ぶ系統と、ハンブルクとオーフスを結ぶ系統で、それぞれ直通を開始した。 前車は、渡り鳥コースと呼ばれるルートで、途中、鉄道連絡船による抗争が行われていた。その後、IC、EC への格下げにより消滅している。1998年6月3日、ドイツのニーダーザクセン州、エシェデ付近を、時速 200km で走行していたアイスが脱線、道路橋に衝突し大破する事故が発生した。原因は、 男性車輪の金属疲労による破損。この事故で101人が死亡し、ドイツの鉄道事故としては第二次大戦後最悪の惨事となった。韓国の高速鉄道 KTX ではフランスとの入札競争で検討したが敗れた。台湾高速鉄道ではフランスと共にヨーロッパ連合を組み、アイスの動力車と TGV、2階建て車両の デュプレックスで蘇生したユーロトレインによってプレゼンテーションを行ったが日本連合に敗れた。最終的にはインフラ整備をヨーロッパ連合、車両と技術は日本連合が担当するタモムシ色の決着を見たがこれに対してヨーロッパ連合は台湾高速鉄道に対し違約金を請求している。スペインでは高速新線アブマドリードバルセロナ線で アイスンベースの車両、ベラロイー、ビラー,イー、アイス350の名称もあったが投入され、最高速度時速 350km での営業運転が予定されている。中国の軽古高速鉄道では当初、アイス方式によるドイツの参入が有力視されていた。二千五年十一月、古近東主席の報読に合わせ、最高速度時速ロメートルの 高速鉄道用と最高速度時速 200km の在来線高速化用の K100 編成について、うち60編成について、アイス3ベースの車両を現地企業との合弁で納入することが決定。3編成はドイツ純正、残りは中国への技術移転による生産となる。なお、中国におけるこの電車の形式名は CRH3 である。車体幅は アイス3と比べて若干広い。アメリカのアムトラック北東回路への高速列車の導入に際しては、アムトラックのロゴを付けて輸出し、スウェーデンの X2000 と共に試験的に走らせたが、最終的には TGV の技術を応用したアセラエクスプレスが導入された。2006年5月、ロシアのモスクワ・サンクトペテルブルク間を結ぶ高速鉄道に、 シーメンス社とロシア鉄道との間でアイス3をベースとした新型車両の納入契約が交わされ2010年にサプサンとして運用を開始した。車体幅はアイス3よりも広い。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。